はい、大地先生です。今プーケットの、肩の町で、両替所を探して今来ました。でいろんな両替所を見てきて、ここがレートがいいかなっていうところで、ここに決めたいと思います。両替所を決めるポイントなんですけど、まずこれ空港で、両替した時の領収書なんですね。空港では、まあ、必要最低限な交通費とかそういったものだけをまず両替しておいて、そしてこの領収書をねもらっておくんですね。でここ見ると空港で両替した時のレートが 0.2676 なんですね。そして、ここの両替所を見ると、JPY0.2850 ってなってます。なので、空港で両替した 0.26 よりも、0.02 ぐらいいいので、ここで両替をしたいと思います。で、計算方法なんですけど、例えばこれ 0.2850 なので、例えば1万円を両替すると1万円にこの、換金所のレート 0.285 をかけると、そうすると2850バーツになるわけですね。2850バーツですね。タイの、レートが1バーツ 3.5 円なので、あ、ソーリー1バーツ 3.5 円なので、これをに、3.5 をかけると。すると、9975円になるわけですね。ということは、手数料が、1万円でバーツに換算して、そしてまた日本円に換えると、9975円になるので、約25円ぐらい。めっちゃレートいいですね、ここ。本当かな?という、まあ、感じになるわけですね。よく結構ね、詐欺に遭うので、ちゃんとね、ビデオを撮っとくことをお勧めしたいんですね。あと、計算をしておくこと。今回、4万円を、バーツに変えたいと思うので、4万円。かける、0.285。0.285 は、11,400バーツになるはずです。ということで、両替をしていきたいと思います。はい、11,400バーツになるはずです。はい、11,400バーツですね。ここの換金所いいですね。僕、インドネシアでやられそうになったことがあるので、で、換金所の中はビデオ撮らない方がいいんですね。さっきちょっと映っちゃったかもしれないけど。うん、OK。OK! 11,400バーツに交換できました。めっちゃいいですね、ここのレート。最高です。皆さんここで換金しましょうね。皆さんここで換金しましょう。どこかわかんないけど。このでっかいホテルの真ん前です。このでっかいホテルの真ん前ですね。プーケットに来た際は、ここの換金所に行きましょう。あ、ちなみに言うと、これ電線がすごいっす。この、よく電線が垂れ下がってることがあるので、触れないように、なるべく電線の下を歩かないようにしてください。